でもやっぱりこう今の時代ってやっぱ突き抜けないとダメじゃないですか。やっぱりお互いにこうトップを走っているその専門各々の違った業界の人が一つの問題に対して議論を交わすっていうのはこれからすごく必要なことだと思うし、それで多分全体的なレベルアップになっていくと思うんですよね。結局地方の基幹産業って税金がないと成り立たない分野だったりするんですよね。だからその言いたいことも言えずに上からこう当てがわれた枠にこううまくこう収まるようにやってるから多分新しいもの生まれてこないだろうし、それこそそのブレイクスルー企業もするような企業も出てこないと思うんですよね。だからそういうのにとらわれずにやっぱり自らのこうアイデアだったり発想で自力でやっていけるような会社がね、うん、1社でも2社でも出てくれば変わっていくんじゃないかなと思っていて。